トルコ国営放送はトルコの国営テレビラジオ局。イスタンブールの TRT 社屋、TRT の前身は1926年にイスタンブールにて開局したトルコラジオである。1950年設立の欧州放送連合の23社の創設メンバーだった。1964年にテレビ放送を実施するために TRT が発足した。 発足後1971年の所管によるクーデターの後に政治的中立のために自立性が認められなくなった。1990年にラジオ、1992年にテレビ放送に民間の商業放送が参入が認められるまで唯一の放送局だった予算の約7割が電気料金に自動的に課される受信料とテレビ受蔵機とラジオ受信機に課される。 消費税によって賄われている。残りの3割のうち2割が政府からの補助金、1割が CM 料収入となっている。TRT は政府所有だが CM 放映は認めている。アンカラ、イスタンブール、イズミルに放送拠点を持っている。現在、国内向けのテレビラジオ放送のほかラジオと衛星放送による国際放送を行っている。 1968年1月31日に TRT1 が開局。1973年には初のユーロビジョン制作のサッカー国際親善試合、トルコ VS イタリアを 1974FIFA ワールドカップヨーロッパ予選として放送した。放送開始以来すべて白黒放送であったが、1981年12月31日に、 カラー放送の試験放送が開始され、1984年3月15日より、すべての放送がカラー化された。ありがとうございます。